おはようございます。公暦2680年、西暦2020年、令和2年6月24日10時22 24分です。これ本当は、いじめられない方法みたいなあのタイトルにしたかったんですけど、なんかそういじめとかそういうタイトルつけるとなんか引っかかるんで、 YouTube さんだからタイトルね、違うタイトルつけてると思うんですけど、まあ、嫌われない方法とかそんなにしようと思ってるんですけど、もう簡単なんですよ。これ、僕もう分かったんですけども、これ前にも動画で言ったんですが、こう気なんですよ、全部気。元気の気とか勇気の気の気。気を発してるから、もうドラゴンボールでオラの気がとか言うじゃんか、悟空が。気なんですよ。好きな気、愛してるっていう気を出してると、相手にもそれが伝わるんですよ。逆にだから、あ、なんかこの人怖いな、この人嫌だな、この人と一緒にいたくないなって気を出してると、思っちゃうと、気でもいいし、思っちゃうと、それ伝わっちゃうんですよ。で、なんだこいつムカつくな、みたいな、なんか嫌だな、こいつ、腹立って、なんかいじめられちゃうというか、そういう風になっちゃうんですよ。うん。これ俺のね、独自の理論というか、僕はそう思ったんですけど、まあ、経験上も含めて。だ僕は結構だから、相手のこと好き、愛してる、だから俺は愛してるってとか言ってるじゃんか。で、相手のことね、好きとか愛してるとかなれない場合は、もうニュートラルでいることなんですよ。自然体で。相手のことを対して、なんか、とか、いや、なんか変だなとか思わずに、もうニュートラルで自然体でいると、嫌われなかったり、そのいじめられなかったりするんですよ。これ本当なんで、もう自然体にポカーンといると、本当にポカーンってなるんです。うん。で、相手、もう伝わってくるんで、これ本当に大事です。ちょっとストップ。はい。で、僕、これ本当に自分でも試してみたし、やっぱそうなんですよ。で、苦手だな、嫌だなと思う人の場合だと、やっぱそういうのあるんで、で、そうなると、その自分の表情とか顔もこわばったり、そういうのしちゃうんですよ。だから自分でもしね、嫌だな、嫌いだなとか、そういうの相手がいたら、もうそう思わないようにすることがやっぱ大事ですね。そうすると、少しずつ良くなってくる。まあ、劇的に良くなる場合もあるかもしれないですけど、そういうのは僕大事だと思っていますので、何かの参考になれば幸いです。お前ら愛してるぜ。